こんにちは。私は大阪で鑑賞法を実践しております王子と申します。座骨神経痛、お尻や太もも、ふくらはぎの痛い、引っ張った症状、しびれなど、そういった症状が現れます。この座骨神経痛で困って、歩く時も辛い、それで椅子から立ち上がる時も痛い、歩けない、こういった症状の方は下半身の血液、座骨神経周辺部の筋肉の緊張です。なぜそこが硬くなるのかというと、腰の筋肉が原因です。この症状をいち早く消すやり方のコツを説明していきたいと思います。まず、腰、今骨盤が今ここにありますので、腰の真横の硬い筋肉をまず柔らかくしていく方が効率よく、その困った症状がなくなっていきます。指先を軽くそっと押し当てて、指紋で押してはいけないです。指の先端を腰の真横の硬い筋肉に軽くそっと押し当てた、そして硬い筋肉を柔らかくするためには、軽く指先を当てたその患部、この腰の筋肉を縮める、こちら左側を縮める、戻す、いきます、縮める、右に、左に、右に、左に、右にと3往復して、体側で爪の当たっているこちらの刺激の変化を感じていれば柔らかくなっていきますので、手を離して2秒以上、このやり続けてはいけないです。やり続けていると硬い筋肉があり、下半身の血液の巡りが悪くなっているので、指先を当てたままであれば血行不良、血液の流れが悪くなります。血液を流すために手を離してください。そして指先を当てて、はい、指先が当たっている腰で感じる爪の刺激を覚えたとなれば、左側から左、右、左から右に2秒、2秒で行って2秒で戻す、2秒で行って2秒で戻す、はい、手を離して2秒以上、はい、もう一度こちらの方で指先を当てます。2秒で行って2秒で戻す、2秒で行って2秒で戻す、3往復したら真ん中で止まって、最初に感じた爪の当たっている刺激変化を感じていれば柔らかくなっているので、やってることは間違いがないんですので、そしてどん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 柔らかくしていくと、お尻や足の痛い、しびれ、座骨神経周辺部の痛み、これがなくなっていくのが分かりますので、ぜひ、やってみてください。そしてこの鑑賞法という治療の方法を使った25症状の無料の動画は下の概要欄に貼り付けてありますので、ぜひチェックして登録してください。そして、この中には動画で痛みの原因、そして治し方ご紹介しております。またお友達や知り合いの方、ご家族の方も困った症状の方が多くおられると思いますので、ぜひご紹介してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。25症状の無料動画にパソコンから登録する場合は、まず動画の下にある説明欄に書いてある URL にアクセスします。次に登録ページが表示されたら、フォームにお名前とメールアドレスを入力して、私はロボットではありませんにチェックを入れて登録ボタンを押したら完了です。 YouTube アプリで見ている場合は、動画のタイトルをタップすると説明欄が表示されますので、まずここに書いてある URL をタップします。登録ページが表示されたら、フォームがあるところまでスクロールさせてください。フォームにお名前とメールアドレスを入力して、私はロボットではありませんにチェックを入れて登録ボタンを押したら完了です。